ゃない。乃木さん、ここは教室で朝の学活前よ。てへへ、わしおさん、おはよう。おはようございます。まあそれでいいかな。はあ、よろしくね、わし。あん、何？そんなに美味しいなら、あん。こういうの初めてで、うん、あ、美味しい。初めての共同作業だね。はい、わし。ありがとう。そのち、はいと言ってわし。そのち、わしも盛り上がっていこうよ。そんな音楽一つで乗れないわよ。やったかた、やったかたった、やったかた、やったかた、炎上かた、万歳。今もワッシーが待ち受けだよ。え、ほら、うどん食べてる時のやつ。ちょっとやめて、ほんと恥ずかしいから。私の携帯だもん、私の自由だよ。もう、じゃあ私はそのっちを待ち受けにするわよ。はぁ、私でいいの？そこは恥ずかしがらないの？私ってほら、変な子じゃない。だから、なかなか友達ができなくって。そのっちは変じゃないよ。素敵よ。友達だよ。私たち三人は、これから何があってもずっと。これ、ワッシー持ってて。髪につけてくれてもいいんだよ。戦いが終わったらつけてみるわ。似合ってたら褒めてね、そのっち。うん、私は死なないから、後でまた会えるから。だからちょっと行ってくるね。このリボン似合ってるね。このリボンはとても大事なものなの。それだけは覚えてるけど、ごめんなさい、私思い出せなくて。辛いでしょ、20回も懺悔して。うん、何もできないからね。神樹様の体に近づいたからって、こんなに祀られたところで、私は。でも今はね、不思議と辛くないんだよ。もうちょっとだけここにいてくれる？うん。ヘイヘイ、ワッシー、その子だよ。そのっち、驚いてる驚いてる、サプライズは大成功。そのっち、ちょっとワッシー、私運命の子、ばあちゃん、福徳円満。避けられない大きな事態って意味もあるけど。健康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 、余計にプレッシャーだ。健康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 、そんなの聞くはずが。ポカポカする。嘘、そんなわけ。健康健康、やめろ。健康健康健康、なんかポカポカしてきた。